こんなみちみちなことある？トロトロになっちゃった。おはようございます。今日は朝食を作ります。夏に向けての朝食。私はアサイーボールが大好きなのよ。なんでアサイーボール家で作ったことなくて、もともとハワイに旅行行った時に、ハワイでは朝ごはんとして結構食べられてるらしく、でハワイ行った時食べたらまあ美味しかったけん、そっからアサイ大好きになって、そうで去年家で作ろうと思ってこれ元を買っとったんだけど、なんせミキサーを買っとらんかったから、もうずっと冷凍庫にもうしまいっぱになっとって、やけどした時にコロペってこうちょっと元を使ったぐらいっていう今年こそはアサイボール作ろうってことで、夏の朝食作りスタート。よいしょ。最近は朝起きて、私も部屋着がこのもうトレーニング着にしてるんだけど、そう軽くストレッチしたりとか、お香を焚いて朝の新鮮な空気吸って気分がいいよ。本当にこんなみちみちなことある怖いね。怖いんですけど。ああ氷が。よし、浅いまだ入れちゃいけんが。バナナと豆乳ね。もうこれだけで美味しそう。ミキサーをスイッチオン、いきます。おお、すごい。よし、混ざりました。そしてこの中に割れるかな、ちゃんと。なんかもうボールでいいかな。あかん、こんなにスムーズにいかないものかい。こういう時にな、素敵な男性が開けてあげよっか。貸してごらん。いねえな。たくましく生きるぜ。よっしゃ。わお、ドロドロ。これ豆乳なくてもいいかもね。なんかドロドロなんだけど飲み物みたい。ベリー入れる。はい完成。アサイーボール完成できました。なんかトロトロすぎちゃった、思ったより。いただきます。アサイーボール。うん、おいしい。けど溶けちゃった、だいぶ。うんうん、飲んだ。ちょっと甘くしたいからオリゴ糖かける。オリゴ糖ちゃちゃっと。よくヨーグルトとかにもかけてて、オリゴ糖甘くなるけどさ、その砂糖の2分の1ぐらいのなんかカロリーみたいな。で腸内環境良くなるから、オリゴ糖はね結構万能で。アサイースムージーの場合は豆乳入れていいけど、なくてよかったか。これはなくてよかったっぽい。もうバナナとさっきの素でやっただけでいいかも。トロトロなりすぎちゃったから。うん、この冷たくて美味しい。めちゃめちゃ。最近夏バテでさ、なんか全然食欲がそんなになんか前ほどちゃんと食べないとさ、体に悪いし痩せないからさ、ミキサー使っていろんなスムージーとか作ってみたい。おいしい。やっぱグラノーラがいいね。グラノーラがサクサクだから。アサイーボールってさ割とすんのよ。1000円は超える。だからお家で食べるとコスパいいね。食べ過ぎちゃってダイエットするとか言って、なんか断食とかなんかいろいろやってる人いるけど、絶対このコロナの時期だからこそちゃんと食べんといけんと思うね。食べて寝て最高の朝よ。午前中の光を浴びないとね、やってられないから一日。うん、見て髪伸びてお団子できるようになった。
て最後にもう最近はあれやな、朝ごはん食べた後にこれマジで、私昔からさあのモーニングルーティーンとかでもう食べとったと思うけど、ヨーグルト体調管理的にやっぱ摂取するんだよ昔から。これアサイーもそうだしヨーグルトもそうだけど、もうこういう時期だけ乳酸菌とっとかにゃ。朝ごはんマジで大事らしいでずっと誰に言われたんだってぐらい朝ごはんはしっかり食べる、うまっ。でもほんまにあれよ、私朝早くって家出んといけとか、朝ごはん作るのめんどくさーとかなったらもうパッてこう飲むヨーグルトパッて取ってあるわみたいな。今めっちゃさ私ストックしがちなタイプだけどさ、今 R1 も今冷蔵庫にストックしとる。今パッて飲んでわっ行くぞみたいな、エナジードリンクとか行くぞみたいな。みんなちゃんと朝食食べてね、うん、こんな時期じゃけん余計あれよ、ちゃんと体調管理しっかりしてね。ごちそうさまでした。